どうも山です。今日はこの公衆電話っていうゲームをね、やっていこうと思うんだけど、なんかツイッターでこれ見て気になったからちょっとやってみようと思って。で、どんなゲームかっていうと、電話ボックスに閉じ込められちゃって、で、手持ちのお金が30円しかない。いや、もっと持っとけよって思うけど、まあ、とりあえず30円しかない。つまり、電話3回までしかできない。で、どっかに電話かけて脱出しようぜっていうゲームらしいんだけど、見た目めっちゃ怖いじゃん。でもあんま怖くない。怖くはないらしいんで、安心してください。はい。じゃあ、プロローグ見ようか。プロローグ。ここは？公衆電話ボックスの中。俺はなぜこんなところにいるんだろう。もう結構最近もうあんま見ないよね、公衆電話って。確か飲み会で結構な量の酒を飲んで、その後の記憶がないな。まあとにかくさっさと出よう。ん？あれ？ちょっと？おいおいおい、開かないぞ。押したらダメ。引いてもダメ。じゃあぶっ壊そう。蹴ってもダメ。びくともしない。閉じ込められているという事実にゾッとした。周囲を見渡すが暗くてよく見えない。ここはどこだろう。不気味な雰囲気だ。人の気配もない。どこかの山奥だろうか。ポケットのスマホはない。どこに落としたんだ。 おいおい、ちょっと待ってくれよ。なんでないんだ。他に何か持っているものは、10円玉が3枚だけだ。誰か助けてくれそうな人は。おー、なるほど。ここで番号を打てると。30円しかねえ。でもまあ困ったらもうなんか警察とか消防とかにとりあえず電話するしかなくない？場所も伝えられないのか。どこかわかんないんだもんな。でもとりあえず警察に電話してみる。一回。1、110番ね。110番。めっちゃ画面揺れんな。 はい、こちら、町川警察署です。どうしました？男性警官のようだ。すみません。公衆電話ボックスが開かず、中に閉じ込められてしまったので、助けてほしいんです。わかりました。まずはちょっと落ち着きましょう。まずあなたの名前と年齢をいいですか？佐藤直樹です。年は30になります。 俺、佐藤直樹って名前だったんだ。30歳。まあ、そうなんですね。はいはいはい。わかりました。佐藤さん、今あなたはどこの公衆電話にいるかわかりますか？わかりません。暗くて周りがよくわからないんです。ただ、駅前とか街中ではなさそうで。まあな、確かに。この背景的にめっちゃ山の中だもんな。ボックスの中に何かヒントになりそうなものはありませんか？住所の書かれたシールとかないでしょうか？確かになんかあってもおかしくないよね。少々お待ちを。あ、もしもし、ダメです。特に場所が分かりそうなものは何もないですって。なんかこれもう切れた音してない、今。ツーツーって鳴ってるけど。 もしもし、いつの間にか時間オーバーしていたよ。あー、まあ10円しかないもんな、確かに。電話が切れてしまっている。もう一度かけてみるしかないか。なるほど。もう一回行ってみる？もう一回110番してみよっか。しょうがないよな。はい、こちら町川警察署です。佐藤さんですね。何か手がかりありましたか？いえ、ダメです。特にありませんでした。ふむ、わかりました。佐藤さんの場所が逆探知できるかもしれませんので、このまま通話を続けましょう。いや、10円しかねえんだよ、あと20円しかねえんだ。逆探知できんのか、この時間。小銭やテレホンカードはまだありますか？いや、だから20円しかないんだよね。小銭は少なくテレホンカードはありません。何か持ってないか探したのですが、他にはもう何も。マジで30円しかないんだ。今こうやって通話している公衆電話ですが、本体は何色でしょうか？機種によっては無料でかけられます。あ、そうなんだ。あ、確かになんか、公衆電話に赤いボタンついてたな。最近使わなさすぎて、あんま覚えてないけどさ、なんか、緊急時は確かに無料でかけれるやつあるよね。
緑色ですね。ただ赤い緊急ボタンが壊れてんのかよ。動作しないんです。それは強めに押したりしてもダメです。ダメですね。後でまた試してみます。いつの間にか時間がオーバー。もう無理じゃない。あと10円しかないぜ。電話が切れてしまっている。もうラス1だぜ。ラスト10円しかないけど、もうこれ行ってみるしかないよな。もう一回かけてみよう。はい、こちら町川警察署です。分かっとるわ。佐藤さんですね。はい、すいませんが、まだ探知が完了していません。必ず見つけます。諦めずにいてください。もう速攻終わったじゃねえか。そのままこちら励ますように会話が続いたが、ほどなくして電話が切れてしまった。もう無理じゃん。10円玉なくなってしまった。その後何時間、何日が、そんなに来ないの人、ここ。何日が経っただろうか。逆探知をしているはずの警察のマッターが一向に来なかった。警察でも埒が明かないのではどうしようもない。このままくたばるなら最後に家族の声が聞きたかったな。おっと、なるほど。こうやってだんだん番号とか分かっていくのか。実家の560222、ちょっとメモするわ。560222にかけてみてもよかったかもしれない。なるほど。じゃあ次はこれだな。面白いな、これ。なんかどんどん分かっていくんかな。いろんなとこにかけていかないといけないのか。なんだか息苦しいな。誰にも話しかけられないこの状況がたまらなく不安だ。気分が悪い。意識も遠くなってきたような。おっと、気をしっかり。ゲームオーバーかな。で戻ると。なるほど、これを繰り返していくのか。なるほど。じゃあもうプロログを5からでいいね。後からでいいわ。よし。はい。じゃあ早速さっきの実家にかけてみるか。560222だったな。出てくれよ、頼むぜ。はい、もしもし、佐藤です。母さん、俺だよ。直樹だよ。元気にしてる？お前、結構余裕だな。直樹？ほぼ直樹かい？今何やってるの？母は5年ほど前から高齢による認知症。マジかよ。マジかよ。それはやばくないか。 そこにかけるのは間違いじゃないか。なんか他にいねえのか。 父が亡くなった。しかも父は亡くなって、父さん亡くなってるんだ。厳しいな。実家にかけるのも厳しいんじゃないか、これは。そのショックで認知症が進行したと医者には言われている。本来なら介護も必要。そうなんだ。だが俺は自分の人生を優先。お、最低じゃねえか。お前、介護しろよ。介護よりも仕事を優先し、一人暮らしを始めていた。もう最悪。なんかね、老人ホームとかちゃんと入れてあげた方がいいんじゃない。逃げるように家を出たので、今になって電話かけるのはとても心苦しい。いや、厳しくない？ここにかけるの、今。今はまだゲームを作る仕事を続けているよ。ゲーム会社で働いてるんだ。ほう。ただ今はそれどころじゃなくって、姉さんは家にいる。姉さんがいるんね。はいはい。もう確かにそっちに頼った方がいいね。ゆうこ？いるよ。さっき一緒に夕飯を食べてね。ゆうこの作るお味噌汁が結構美味しくて。 今それどころじゃねえんだ。今度あんたも食べに帰ってきなさいな。ちょっと本当に大変なんだ。姉さんと早く電話代わって。少し荒げた声を出してしまった。ちょっと待ってて。母が悲しげに姉を呼びに行っている光景が目に浮かぶ。まあでも今それどころじゃねえからな。我慢してくれ。 しばらく待ってる間に時間がオーバーしてしまって。やっぱ短いよね、10円って。さすがに。電話が切れてしまっている。もう一度かけてみるしかないか。いや、もう今ここしか情報ないもんな。もう一回実家にかけるしかないよね。かけよう。
姉ちゃんが出てくれればいいんだよ。あ、おー、いいよ、素晴らしい。はい、佐藤です。直樹だよね。あ、そうだよ、久しぶり。よし、ナイス。姉がちゃんと出てくれた。これはでかいですね。スムーズに会話ができそうで少しほっとした。信じられないかもしれないけど、今公衆電話に閉じ込められてるんだ。何それ、超嘘。おい、姉、優 子をちゃんと信じろ。全く姉に信用されていない。普通に考えて無理もない。まずこの非日常的な状況が信じられないだろう。なんか、でもこういう状況ってちょっとワクワクしてしまうところあるよな。まあそれどころじゃないんだけど、非日常感っていいよな。説明がしばらく続いた。まあ事情は分かったわ。一応警察にも連絡してみようとは思うけど、あんたの場所もよくわからないし、どうにもできない気がする。ちょっと友人とかにも聞いて、ん？ちょっと友人とかにも聞いてみたい。確か、電話台の横あたりだったっけ？小学校から高校、ま、くらいまでの連絡網リストが残ってなかった？ああ、そういうリストがあるのか。なるほど。じゃあ、こっからまた新しい番号がわかるんだな、多分。ああ、あるある。うちの家は物持ちがいい。あ、そういうことね。家にあるんだね。で、姉にその連絡網の番号聞くと。さて、こういう時は誰に電話かけるのがいいのだろう。時間もないのですぐ焦る。すぐパッと思いついたのは、小学校の連絡網に田中洋平ってやつがいると思うんだけど、誰だ田中洋平。なんかめっちゃ仲良かった友達とかなのかな。田中洋平だよね。398600だね。あ、はい、メモしまーす。はい、オッケー。ここでちょうど時間が切れたね。電話が切れた。なるほど。どっちに、これもう、姉はいいよね。もう先に進んだ方がいいのかな。もう田中洋平くんにかけた方がいいのかな。そうしよう。田中にかけよう。田中にかけよう。でも、電話をかけると、かけるをかけてるみたいな。かけるをさらにかけてるみたいな。しょうもないだじゃん。3、9。あ、違う。3、9、8、6、0、0。田中出てくれよ、頼むぜ。もしもし、田中？俺、佐藤だけど、佐藤直樹。めっちゃ無言じゃない？出ない。正確に言うと、電話を通じているが、向こうの反応がない。電話の向こうに田中がいる気はする。気配的なものは感じるんだ。今ちょっと閉じ込められて困ってるんだ。頼む、ちょっと助けてくれないか。うわ、きっと。田中、友達だったんじゃないの？うわ、無理じゃん。さすがにもうダメだよね。さっき、いや、間違えたわけじゃないよね。別に番号。ああ、なるほど。もう一回姉に電話するっていうのもよかったんかな。ちょっと一回、いやー、どうしよっかな。はい。まあ、やり直しですね。